今週後半は北日本でお天気荒れそうですね、はい、そうなんですよ、まあ、低気圧が急速に発達をしながら北海道付近を通過する見込みなんです、はい、でその様子天気図でご覧ください、こちらが5日木曜日の朝の予想天気図となります。でご覧の通り北海道付近に低気圧があるんですけども、まあ、等圧線の間隔もだいぶ狭くなります、まあ、後ろ側の寒気が強いということがありまして、この低気圧発達をしながら北海道付近を通過する流れになります。そして翌6日になりますとさらに発達をしまして、北日本エリアは等圧線の間隔が大変狭くなります。で6日から7日にかけては強い冬型気圧配置となる見込みでして、沿岸部中心に場合によっては暴風になる恐れがあります、うん、また雨量の方もまとまる見込みでして、こちらがですね5日の夜から6日の朝にかけての降水量を示した図になります。低気圧の中心に近い北海道では特に雨量が多くなる見込みでして、まあ、標高の高い場所、まあ、大雪山系などについては大雪になる恐れがあります。でこういった状況はですね、こちら北日本エリア日本海側で広く見られる予想でして、まあ、特にこの木金土ですね、木金あたりは荒れた天気に特に警戒が必要ですし、はい、土曜日に関してもまだ雨の降るところがあります、まあ、一方冬型気圧配置ですので太平洋側に関しては、まあ、晴れるエリアが多く、まあ、一時雨が降ることがあっても長引くような降りはないかというふうに見ております。わかりました。特に北日本ほど北海道では雨や風が強まる可能性があります。最新情報をこまめにご確認ください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからご覧いただけます。